いや、ハロー。こんにちは。現在9月8日水曜16時40分ですね。はい、今日はうちの母は仕事ですんでね、今、何やね、いつだって僕らの声は10センチだったら1話見終えまして、今感想を変えたりなんだかんだして、はい、ここから2話です。では自己紹介。はい、僕はマジラジオ芸人ハマーと言います。瓶乗ってジャグリングしてハーモニカにそしてタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主です。テレビには25回ぐらい出させていただきました。で、この本の著者であり現在40歳、芸歴は15年目のマジシャン、大道芸人、パフォーマーやってます。やればできる諦めない、これを伝えたくて主に子供たちの前で称してますが、現在はコロナの影響で1年半ほど事実上無職状態、イベントがないです。貯金切り崩しで生活してますが、節約のためずっと家にいてます。で、その間にアニメにはまりまして、約1年半で440作ほど見てきました。で、気づけばアニメリアク職人と名乗り、今はリアクターやってますが、なぜ職人かというと、この家、僕はもともと一人暮らしをしてたワンルームの家なんですが、2017年の9月にですね、東京に住んでたうちの母にいろいろとありまして、向こうで住めなくなり、一人暮らしも難しくなりまして、独身息子の僕の家にやってきました。で、約束としては、僕は家主なので、家賃、光熱費などは僕が払う。その代わり食費とその他を払ってくるという約束のもと、母は僕の家に住んでおります。なので、こうやってね、家にいてない時しか、撮影無理です。ワンルームですから。夜に関してはもうすぐ横で寝てますんで、声が出せへんというね、非常に厳しい環境の中でアニメリアクターやってます。まあ、やればできる諦めない伝えたくて、会社員辞めてね、パフォーマーになりましたので、今はね、ガチで、コロナ禍においてはガチで真剣にやってるアニメリアクターでね、まずやればできるを見てほしいと。で、夜に関してはね、まあ、寝てますから、こう、筒を使って喋ってます。カメラに声が届くように。その理由、ここに貼ってます。まあ、工夫次第では、なんとかね、なんとかできるぞというのを見ていただきたい。やればできる。諦めないというのは、再生数、見てください。僕の再生数。全部と言ってぐらい2桁です。ずーっと2桁。なので、もう僕はね、指2本だけで崖にぶら下がってるような、そんな、まあ、感じですかね。もうすぐ、いつでも指離して楽になりたいっていうふうに思ってますが、まあ、信じて続けていけばね、いつかきっと何かあるだろうと思って、1年5ヶ月間アニメめちゃくちゃ見て、むちゃくちゃ動画投稿します。1500、600本はもう投稿してます。はい、ちょっとその辺をね、まあ、見て応援していただければな、ありがたいかなと思います。はい。で、あと概要欄に僕のホームページ、SNS 各種 PV などなど載っけてますんでね、ぜひこの技の動画だとか、僕のショーを見て喜んでるね、子供たちの可愛い姿などを見てください。そして、いつの日かコロナが終わった後に、僕のショーをね、皆さんに生で見ていただけることが今の夢です。よろしくお願いいたします。はい。で、過去のアニメリアクションに関しては、撮影リストに、作品ごとにまとめてますんでね、ぜひそっちもチェックしてみてください。はい、前置きがなくて申し訳ありません。では行きましょう。いつだって僕らの恋は10センチだった2話ですね。 D アニメストアです。3、2、1、スタート。あ、それが最後に見えたあれか。まさかそれが春樹の兄貴とかちゃうよな。それで手の形が、
このオープニングで明智先生が見てる墓って春樹の兄貴の墓かな。ミオの反応がかわいい。これ瀬戸口は夏希のこと好きやんな。だったあら、ミオが残念そうやね。なんかね、見た目とは違うというか、チャラそうに見えるんですけどね、春樹ね。あー、兄貴の。生きてんのかな？どっちなんやろ？
誘えへんのね。瀬戸口と夏樹は家がお隣さん言うてましたね。付き合ってはないのね。めっちゃ可愛い。もういいぞ、これは。夏きええな。U の部屋めちゃめちゃ広いな。どうでもいいけど、ここも好きやな。夏きいねえ。やっぱ戸松遥さんはよろしいな。兄貴ちゃうんかな。なんかもうミオを助けて死んだとしか思えへんねんけど。
まあ、そんなシンプルな話じゃないか、さすがに。気ぃ使うて二人きりにしたんかな。持ちたは明かりが好きやな、これは。めちゃめちゃ食うやないか。あ、あるあるやけどよろしいハプニングやで、これ。23年前に戻りて、なんもないけど。ああ、いいね。手足が同時に出てるよ、持ちた。あれ？風。人混みでのぼせたパターンかな。ちょうどいい感じの。
はいいね、ちゃんとパンタつけとんね。恋の色は花火みたいか。お。お、お約束かい。もうお約束やこれ。月が綺麗でも見たわこれ。月が綺麗の8話か9話かどっちかでも見たわこれ。まさに月が綺麗やね。あれも花火の時にキスしようしてる子供に邪魔されたからな。鈴、もう絶対なくなってるやろ。まあ、なくなってるかな。さあ、これが春樹の兄貴とかじゃない。芹沢とか書いてへんやろな。芹沢やないかい。これ絶対兄貴や、やっぱり。もう絶対芹沢千秋やん、これ。春樹と出くわすか。あ、秋先生か。もう確定やん。ああ、これはやっぱり、ああやっぱりね。あ、妙な母、井上菊子さんか。
C パートありやな。うわあ、最初に解体が真っ黒に塗りつぶされてる。そうきたか、そうきたか。まあ、これはまあ多分ね、皆さん予想できたことでしょう、きっと。こっからどうなっていくんやろ、これ。まあ、とりあえず今回はあれですね、瀬戸口優は確実に、榎本夏樹のこと好きですね。榎本か、榎本、読み方わからんけど。これ絶対好きやな。夏樹が優をどない思ってるか。どうなんやろな。そして、望月壮太は、早坂茜のことが確定で好きですね、これは。あれ良かったですね、あの浴衣のこう明かりが倒れるところガサッて。まあまあ、あるあるっちゃあるあるですけど。僕はあるあるやろかなんやろか、こういうの大好きなもんで。で、まあ、あとはまあ、このね、どう響くんやろう。これ確実にこの美桜はね、美桜は自分のせいで春樹の兄ちゃんを、まあ、殺してしまったという罪悪感に苛まれて、多分あの絵を黒く塗りつぶしてしまったやろうから、兄を殺した私が春樹のことを好きでええんやろうかみたいなことになってきそうやね、これ。えらいこっちゃで、ちょっとあの次のエピあのあらすじ読むともちょっとネタバレするんであれやけど、まあ過酷な運命ですな、これは。どうなっていくんやろう。でもちろん春樹はそれ知らんやろうしね、だから命の恩人は男かって聞いて、うんって言われてちょっと気分害したってとこあるから、これがその兄貴が死んだ原因が美桜やとでは、まあ、ならんやろうけど、これはどう響くんやろうな、ごっつい気になるわ。はい、ということで、いつだって僕らの恋は10センチだった第2話でした。どうもありがとうございました。よろしければチャンネル登録や高評価などなどよろしくお願いいたします。はい、以上、マジで見ハマでした。どうもありがとうございました。それでは。